野沢温泉は、長野県北部の下田海軍野沢温泉村にある温泉。共同浴場、熊野手洗湯共同浴場、大湯熊野手洗湯の源泉が、比較的低温だが、他の源泉は、温度が高い。約100万年前に噴火した古い火山である、けなし山の裾野に、数多くの旅館や宿泊施設がある。共同浴場、大湯の周辺には、 大小の旅館や土産物屋が密集している。温泉街の道路は狭く曲がりくねっており、また坂道が多いのが特徴である。斜面の上手には日本有数の規模を誇る野沢温泉スキー場が広がっており、その近辺にはスキー客用のペンションが多い。旅館街より南側はスキー客用の民宿街となっている。野沢温泉の特徴として13軒ある。 共同浴場が挙げられる。これは、地元の湯仲間という組織によって管理されていて、観光客にも開放されており、寸死で入浴できる。外湯巡りを特徴とする温泉は、木の崎温泉が有名だが、木の崎の各浴場が豪華に改築されつつあるのに対し、野沢温泉はいかにも質素で、地元の人との会話もある。共同浴場、大湯の前や小釜の近くには、 足湯が存在する。また何軒かの旅館でも、旅館の軒先に足湯を設けている。なお、かつては24時間利用可能であった、共同浴場も、利用者のマナーの問題から、近年は深夜は入場禁止になっている。共同浴場の湯頭は、合成樹脂の黄色のケロリンが描かれた桶と、青路岩でおなじみの広雪薬品の車掌の焼き印が、された木製の桶が置かれている。 小釜は摂氏100度近い温度のお湯が湧き出している場所。昔はこの高温湯を利用して朝を茹でて皮を剥ぎ繊維を取っていた。現在は野菜や卵を茹でるなど食べ物の用途に使われる場合がほとんどである。小釜周辺は火傷など危険防止のため観光客は立ち入り禁止になっている。小釜前景小釜での温泉卵作りなら時代に業機によって発見されたとされる。 鎌倉時代には犬飼いお湯として、名取お湯、品のお湯と共に三お湯と呼ばれた。ただし犬飼いお湯ではなく三箱お湯が入ることもある。江戸時代には、飯山藩主の湯治場が設けられた時期もあった。温泉地のある、野沢温泉村は、オーストリアチロル州ン区とアントンの姉妹都市である。また、裏山には、規模の大きい野沢温泉スキー場があり、 内陸部の豪雪地帯であるため良質で豊富なパウダースノーを楽しむことができる。冬場は温泉とスキーを楽しむことができるため、村内には数多くの民宿が存在する。詳細は野沢菜を参照の沢菜は野沢温泉の名物で、カブラナの一種で長く伸びた茎と葉をつも物にして食べる。温泉街の北にある寺圏命寺の住職が、江戸時代、京都遊学の際に、 大阪にある四天王寺から持ち帰った天王寺株の種が野沢菜の収穫期には各家庭が交代で小釜や共同浴場に併設された洗濯湯を利用して野沢菜を洗うことでも知られる。ありがとうございます。